バークスをご覧の皆さん、こんにちは。天野博成です。僕は2月2日に希望が丘という曲で CD デビューすることが決まりました。この曲はですね、一人の青年が夢を持ってその故郷から出ていこうとするんですが、そのために捨てなきゃいけないものがあるという、ちょっと前向きでもあり切ないこと、こういう気持ちもありのような歌なんですが、本当これからその前向きに夢を追っていこうとか、だけど切ないことがあるっていう人ってたくさんいると思うんですよ。そういう人にこれを聞いていただいて、もっと頑張ろうとか、その切ない気持ちに浸ったりとかしていただければ、あなたのその聞いていただいた方の心に残れば僕は嬉しいです。そうですね、で僕は普段は役者としてテレビに出させていただいてるんですけど、今回 CD デビューは初めてということで、天野博成としては初めてということで、本当初めてのことばっかりで、 PV プロモーションビデオも撮らさせていただいたんですけど、同じ撮影なんですけど、やっぱりいつもの撮影とは違って緊張少ししちゃったんですけど、すごいスタッフの方に恵まれて、すごい綺麗な場所でもうロケをさせていただいて、ドリームのエリエさんにも出演していただいて、本当にすごいキャスト、すごいスタッフで、素敵なスタッフやキャストと、初めてなのに素晴らしいものが、素敵なものが作れたと思っています。ぜひ歌も聴いていただきたいんですが、PV の方も楽しんでいただけたら嬉しいと思います。この場所で天野博成デビュー。見てこの場所で愛を、あのヒーローがついに、知らない人は小学生に聞いてください。天野博成希望が丘、2月2日オンセール APEX TRACKS。 それでは、2005年、天野は、芝居、歌ともより一層頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援してください。それではお願いします。さようなら。